くざなドラマ、おいらが怒れば話を呼んで喧嘩代わりに。俺はストリップ街のドラマさ。どうだい、がっかりしただろ。いいえ、ドラムのチャーリー桜田が急に出られそうもなくなったんだよ。君、代わりに叩いてみる気はないか。テレビよ、それも生放送。よし、やるぜ。俺はな、喧嘩やってる時とスティックを持ってる時はこう腕がムズムズしてるんだ。思いっきり暴れるぜ。これだわ、翔ちゃんのドラム。いつも誰かに訴えている。みんなの心に嵐を呼ぶドラム。あの人は嵐を呼ぶ男だ。宮さんの目下の期待は俺だ。俺が売り出すまであの人は他のことには見向きもしませんよ。それじゃあ僕に君を売り出す応援をしろというのかね。宮さんの気持ちをつかむにはそれしかないと思いますがね。こんなに宮さん、俺このうち出てくよ。何言うの、びっくりするじゃないの。俺はもう我慢ができなくなっちまったんだよ。女一人の虜になって、ぬくぬく収まってんだ、性に合わねえんだ。俺にはまだやりたいことが山ほどあるんだよ。どんなこと、言ってごらんなさい。俺は俺のドラムが叩きてんだよ。俺は自分のやりたいことは何でもする。それにあんたが邪魔なんだ。